首里坂下沖縄そば夕波坂下店。首里の観音寺から朝戸まで歩いてみる動画にチャレンジしました。15分くらいの動画に全て収まるだろうと考えたんですが、収まりきらず、今回は観音寺から朝戸まで歩く2回目の動画です。ある時、視聴者さんが那覇から首里まで歩くというのを聞いて、遠すぎる、それはないだろうと思いました。沖縄は車社会で全く歩かないんです。ですから那覇へも首里へも常に車移動でしたから、那覇と首里の間を歩くとは考えたこともありませんでした。 しかし地図でよく見ると、那覇と首里の間は2キロ程度しか離れていないことが分かったんです。そこで歩いてみることにしました。だったら首里城から歩けよと言われそうですが、実は車を朝戸に止めているんです。ですから今日は朝戸から歩き出して首里観音堂に向かい、そこから再び朝戸に戻るコースになっています。朝戸から首里観音堂までは35分くらいでした。帰りは下り坂なのでもう少し早いと思います。ちょうどこの辺りは首里城の丘から那覇市街地へ下り、坂道から平坦な道になる場所で首里坂下という地名になります。首里坂下から朝戸までは徒歩10分くらいでしょうか。目の前の松川西交差点には沖縄そばや夕波があるので、今日はそこに入ります。
今日の沖縄そば夕波は視聴者さんから教えてもらったお店でした。場所的に首里や那覇の繁華街からも近く、駐車場もあることから何かと使い勝手が良い店だと思いました。麺の種類が選べない、いろいろな工夫がある店は活気があっていいですね。さてここから安里まで歩きましょう。首里城から一直線に那覇市街地へ通り、この道は琉球王朝時代一番のメインストリートでした。首里城付近は昔の面影もあるんですが、首里坂下から平坦な道になるこの辺りからは全く王朝時代の風情がないのが残念ですね。首里城の守礼門から那覇市街地へ伸びる道を昔は綾城ウフ道と呼んでいました。沖縄言葉で綾は綺麗なという意味です。門は譲渡発音しますから、綾城ウフ道綺麗な門がある大きな道となります。そんな綺麗な門がある道は首里城から現在の首里高校付近までだったと思うんですが、ひょっとしてこの首里坂下付近までウフ道と呼んでいたかもしれません。現在歩いている右手方向の地名は那覇市大道という地名です。標準語で
大きな道と書いて大道ですが、沖縄読みだと大道はうふ道となるので、王朝時代はこの付近までうふ道と読んでいたかもしれません。